野島は日本海軍の旧誕艦で室戸型旧誕艦の2番艦。艦名は野島先による。特務艦の島は日本海軍が運用した運送艦。1919年3月末に三菱神戸造船所で竣工した。日本海軍が建造した最後の旧誕艦となった。1941年12月8日の太平洋戦争開戦時は 海軍省付属だったが、12月20日より南図い、艦隊付属となった。南方へ向け進出中の12月27日、香港沖合で、米潜水艦の雷撃で大破、格座した。1942年2月1日、予備艦となる。同年12月まで、香港で修理を行った。また12月15日付で、連合艦隊付属となり、 外南洋部隊に編入される。内地に帰討した野島は、佐世保で修理を行った。1943年1月中旬、野島は、ラバウルに進出して、第八艦隊の輸送作戦に従事した。同年3月3日、第八十一号作戦に従事中、連合軍航空機の攻撃により沈没した。1917年度の臨時軍事費で、室戸と共に建造。 同年12月15日、野島と命名。1918年7月16日、三菱神戸造船所で寄港。1919年2月3日、浸水。3月31日、春港。佐世保鎮守布石となる。春港当初は運送船に類別されたが、1920年4月1日付で、運送管に類別変更された。 1922年8月26日、カムチャツカ半島で悪天候のため解剖艦にいたかが、転覆沈没すると、野島は、走行巡洋艦役も等と共に遭難現場へ派遣された。1926年11月29日府で、官邸類別等級表に、室戸型旧艦艦が新設され、野島は、室戸型二番艦に類別された。 1930年にはボイラーが乾燥され、宮原間3機を搭載、速力が14ノットに向上した。1932年の第一次上海事変に際し、1 2トル砲を8トル広角砲に乾燥して参加した。また1937年からの日課事変にも参加した。1941年5月1日、野島は、 海軍省付属となった。12月20日、野島は南図海艦隊付属となった。12月22日に内地を出港、カムラン湾に向かう。12月27日午前10時40分頃香港の南西沖で米潜水艦パーチの来撃を受ける。魚雷は命中したが爆発せず、2番戦争を貫通した。この時、マレー部隊所属の練習巡洋艦化し、 駆逐艦磯波と綾波、解剖艦占い守ると、タンカー黒潮丸が、カムラン湾から、宝庫諸島の魔孔市に向かっていた。占い守ると、黒潮丸は、航海を続け、駆逐艦が爆雷を投下した。パーチは海底に潜んで危機をやり過ごした。カシイは、野島の救援を行う。沈没を免れるため、野島は、航海湾に格座した。 翌1942年1月19日、ハロにより野島の船体は切断された。1月29日、栄光されて、香港に入港、同地で第2工作部により修理が行われる。2月1日、第4予備特務官に定められた。12月8日まで修理が行われた。この修理の際、マスト形状を短脚マストから物型マストに、 変更している修理完了後、12月10日に香港を出発する。公開中の12月15日付で在役特務官に指定され、連合艦隊付属に編入された。同日付で外南洋部隊に編入された。第8艦隊付属。12月19日、野島は佐世保に到着した。百四十三年一月六日に野島は佐世保港を出港し、 19日にニューブリテン島のラバウルに到着した。その後はコロンバンガラ島への輸送任務などに従事した。1月28日、ラバウルを出発し、2月3日にショートランド白地に到着。2月12日から13日にかけて、野島は駆逐艦、サツキとフズキの護衛でショートランドコロンバンガラ島を輸送任務に従事し、洋食などを運んだ。 連合軍の銃爆撃機と戦闘機による空襲があったが、対空戦闘及び霊式艦上戦闘機や霊式、水上観測機の名声により、輸送は成功した。2月15日に、野島は、ショートランド白地を出発し、2月17日に、ラバウルに到着した。同年2月下旬、野島は、南東方面艦隊による、第81号作戦の一隻として、 ニューギニア島来への輸送任務に就いた。戦団の直接護衛を第三水雷戦隊司令官木村正富少将が担当する。ラバウル出港前、松本は佐藤康夫大佐に今度の作戦は非常に危険で野島は沈むだろうから骨だけは拾ってくださいと頼むと佐藤は浅潮が護衛する限り見殺しにはしない。野島乗組員を救いに行くと約束したという。 日本時間2月28日2330第三水雷戦隊司令官木村少将指揮下の日本軍輸送船団はラバウルを出発した船団には3月1日から敵に接触された3月2日夕刻 B-17 重爆による空襲を受け野島は資金団により戦死傷者18名を出した3月3日船団は クレチン・岬の沖で連合軍機の攻撃を受ける。野島は8時頃に艦室、機械室に被爆し火災発生、航行不能となった。また、野島の被弾と前後して、野島の左舷側を航行していた、駆逐艦3隻のうち、時津風と荒潮が被弾して大破する。火事故障、環境大破状態の荒潮は、野島に衝突した。野島は12時30分に、 総員退去となる。その後、午後の空襲で爆撃を受けて沈没した。連合軍切り脱後の午前9時頃、健在艦は、損傷艦や生存者の救援を開始した。すると、1035敵機24機発進との報告があり、木村少将は救助作業の中止と、戦場離脱を命じた。だが、佐藤大佐は式並みに、我、野島艦長との約束あり、 野島救援の後、北椅子と発進し、野島の救助に向かった。敷波、裏波、朝雲、摂風は朝潮を残して、戦場を離れた。遭難地点に残った朝潮は救助作業を続行し、松本含め野島乗組員は朝潮に救助された。また、航行不能になった荒潮乗組員の一部も朝潮に移った。だが、朝潮も十三時十五分以降に二回にわたる、 空襲を受け、沈没する。脱出した、野島の陸民は、再び漂流することになった。佐藤大佐は、松本の懇願を断り、朝潮と共に戦死した。本作戦において、野島を含め輸送船8隻は全滅して、陸軍兵約3000名が戦死、護衛艦,艦艇も4隻が沈没、建材艦は四隻と救援艦であった。松本生存者は、ボートや、 大発動艇に乗って漂流した。3月7日、松本艦長以下44名は潜水艦量101に救助された。陸地にたどり着き、ゲリラと交戦しつつ、自力で現地に本陸軍に合流した者も少数いたという。同年4月20日、除籍。日本海軍士第9艦第10艦の召喚履歴に基づく。階級は就任時のもの。 日本海軍特務艦船,船士、P26、中川務、主要艦艇艦歴表日本海軍前、艦艇資料編、P31 では1943年4月30日としている。戦士創三31海軍軍戦備一部表第1、その3、大正9年3月調べの要目一覧ではターンに、排水量8750トンとある。また、 T14 公文美公42特務官用目画像5から18特務官用目標海軍省軍務局では満載排水量を8751トンとしている。ありがとうございます。